あの大学は今、東京福祉大学。東京福祉大学というのは2000年にできた比較的歴史が浅い大学です。東京福祉大学という名前ですが、群馬県伊勢崎市にできました。学校のキャンパス、校舎を犬木で改装して作ったとこでしたね。まあ福祉大学ですから、社会福祉学部の短科大学としてできたんですが、 5年後には保育児童学科を作って教育方面に進出。翌年は短期大学子ども学科を作り、その翌年には保育児童学科が社会福祉学部にあるのに教育学部教育学科を作って、まあ、大きくは福祉と教育の学校として徐々に発展してきました。2008年、池袋駅近くに池袋キャンパス、そして名古屋駅の近くに名古屋キャンパスを作ります。もともと 東京福祉大学という名前だった理由の一つは、おそらく、えー、前身である専門学校の本部が池袋なんで、まあ、将来的には池袋が本部にするつもりだったんじゃないかな。今も確か池袋が本部なのかな。まあ、池袋に、まあ、ボコボコビルが建っているキャンパスと、あとこの大学をですね、作って大きくしてきた理事長が、多分名古屋出身の人で、地元名古屋の まあ、自分とこの専門学校の校舎を改造して名古屋キャンパスを作り同じ社会福祉学部と教育学部で、えー、群馬県の伊勢崎と東京の池袋と名古屋キャンパスから、まあ、入学先が選べるというようなことをやってたように思います、えー、翌年心理学部心理学科を作りますます大学を拡大大きくしすぎて校舎が足りなくなったのかこの心理学部は5年後の2014年に 同じ東京で池袋から近い王子キャンパスに移りますその4年後には保育児童学科を学部化しましたこれが東京福祉大学の表の歴史ですでは裏の歴史2000年に大学を作った経営者理事長が一人で大きくしてきた大学なんですが残念ながらというかあるあるというか まあ、オーナー経営者のワンマン大学でして、やりたい放題だったということで、大学をどんどん大きくしてきたんですが、この理事長がですね、2008年に、えー、大学内での強制わいせつ罪で逮捕されて辞任しました。えー、なんと実刑判決が下ったと。女性の教職員の方5人犠牲になると。大変、あのー、そういう残念なことがありまして、えー、実刑で、まあ、 この理事長が出所してきたんですけれども、なお私はあの別にここで個人名出したいと思わないので、元理事長としか言いませんが、検索すれば名前はいくらでも出ます。この理事長がですね、罪を償って出所してきたんですが、その後まあ学長理事長にはならなかったものの、事務総長、事務局長ですね、事務のトップに就任したということがえまあ問題視されて、 経営学部の設置が不認可になります、まあ、福祉、教育、心理と作ってきたんですが、突然、経営学部を作ろうとしたんですね。まあ、これが不認可になって、結局できなかったと。で、この罪を償って出てきた元理事長なんですが、結局、このワンマン経営のオーナー経営の大学がですね、はっきり言っちゃえば、宗教団体のような、そのトップの教祖様にみんなが従うみたいな学校の雰囲気が大変強かったんでしょう。 結局はトップにこそつけないものの、まあ、実際にはトップ経営者に近いような状態で、結局大学に帰ってきたわけですね。で、相変わらず順調に規模の拡大をしていたんですが、えー、2019年、1610人の留学生が所在不明。さらに、この理事長、元理事長がいつまでも経営に参加していることが問題視されて、私学助成金が50%減額されました。結局は、 その問題の元理事長がいつまでも経営の中枢にいるわけですね。そして、ただ大学を大きくしてきただけじゃなくて、海外からの留学生を異常な数集めてきて、1610人も行方不明、まあ、正直なところ、不法就労でどこかへ消えていったんではないかということで、留学生をかき集めてその大学を運営するという悪い例の一行だったんですね。正直 福祉・教育系でやってきたのに突然、経営学部を作ろうとしたのは、この留学生を大量に集めようとしたからだと勘ぐらざるを得ない。そして、まあ、ニュースになって散々ですね、この元理事長がいつまでも経営の中枢にいるのはいかがなものかと、当然文科省も問題してたんですが、当時のニュースの記事を見たらですね、とうとう2000年には、この元理事長がえ学長総長。 総長というのは一般的に学長と理事長を兼ねている人なんですが、まあ、場合によっては学長、理事長、総長が全部揃っている大学もあります。総長っていうのは、まあ、名誉職で実際の運営を担ってない、まあ、カッコつけでいる人みたいな大学も過去には存在しましたね。で、この元理事長が結局学長総長になってしまい、別に理事長がいたのかもしれませんが、事実上経営のトップに返り咲いた。一応違法ではありません。 ただ、まあ、同義的にどうよと。で、これをですね、まあ、新聞などマスコミがまあ問題視して取材したところ、なんで結局、その、過去の犯罪を犯した元理事長がトップに就任してるんだといったときの大学側が言ったのが、まあ、卓越した人格と学識であると。優れた人物なんで、我が大学のトップに戻ってきてほしい。だから、完全にその宗教団体のトップみたいな雰囲気になってるんですね。その、結局は、この、 1一人で大学を大きくしてきた元理事長が、当然、自分の意に従う人間でこうイエスマンで固めてきてる。なので、信者の皆さんがですねやっぱり教祖様じゃないとということで、いろいろ言われながらも、結局、この元理事長、経営上手である側面は否定しませんけどね、その結果、ですね全く改善する気がないということで50、50%どころがとうとう3年連続私学助成金全額不交付と。 まあ世の中にはそれでも経営が成り立っている大学もあるんですが、さすがに批判が多かったということで、えー、今現在、理事長、学長は別人です。で、まあ、大学のホームページを見たらですね、この元理事長はもうその大学経営に関わりませんと書いてはあるんですが、役員一覧を見ると、副理事長、常務理事が同じ名字の別の人なんで、 親族なんじゃないかな。違ってたらごめんなさい。でも、もしかしたら息子さんとか甥いとかかもしれませんよね。わかりません。何せ、この元理事長を、えー、逮捕されて辞任した後、恐ろしいことに、あのー、高齢の母親がトップになってた時期があったはずです。で、一応現在、この元理事長は、まあ、この自分が作った大学の経営からは手を引いていると。御年76歳ですから、 もう引退されてですね、静かに暮らしてもいいんじゃないかと思うんですが、まあ、自分が作って大きくしてきた大学ですから、経営に関与しないとはいえ、何らかの名誉職や表に出ない形で生涯関わり続けるのかもしれませんね。ただ、僕自身はこういうその大学の事件みたいなことには、正直言うと、あまり関心がありません。まあ、正直私以外の方がですね、熱心に追求していただければ良いのではないかと。 僕の関心はこっちです。現在の東京福祉大学がちゃんと学生が集まってるかどうかですね。社会福祉、保育、児童、心理、教育の4学部で構成されてるんですが、2023年4月入学者、社会福祉は半分ぐらいしかいない。保育、児童も半分ぐらいしかいない。心理学部は定員割れしてるもののかなり充足しに近づいている。教育学部ボロボロということで、 福祉の大学として誕生し、人気の高かった、えー、幼児教育と、まあ、小学校教員養成で規模を拡大してきて成功してきた大学。まあ、留学生取りすぎ問題はあったもののですね、学問分野としては本来留学生大量に入れてもどうにもならないと思うんですけどし、心理学部がちょっと怪しかったかな。その留学生がいっぱい来ても学校の先生とかにならずに普通の会社行けますからね。 とはいえ、意外と手堅い学部構成なんですけど、現状、かなりひどい定員割れです。やはり、福祉不人気そして、最近では、養保症ですら、やはり不人気まあ、労働環境が悪い。で、ついに、短大子ども学科は募集停止しました。そして、まあ、毎回、この手の大学紹介するとき、触れてる通り、一般選抜共通テスト入学者は極めて少ない。で、総合型選抜で取ったり、 えー、ここですね、学校推薦型選抜と指定校の合計で数出してるんですが、まあ、それで稼いだり、あとその他が社会福祉学部多いんですが、まだまだ一定の海外からの留学生っていうのを集めているんでしょうかということで、まあ、率直に言うと苦しくなってきています。その社会福祉、保育、児童、教育学部、みんな深刻な定員割れになっており、なんとか心理で学生数を満たしてる感じですが、 心理が目玉の単価台みたいになるわけにもいかないしで、学生の取り方も一般共通テストでは来てくれないし、なんとかかき集めてこれですから、苦しくなってきているというのは、まあ、現状なんですけれども、今後どうなっていくんだろうということで、まあ、福祉要護心理の大学として、まあ、定員を減らしつつ、細々と生き残れるような気もする。この東京福祉大学 高校教員からの評判は悪かったんですが、まあ、この元理事長の行いによりですね。ところが、意外と高校生人気は高かったです。それはやはり、社会福祉士と精神保健福祉士の就職、それから資格取得には正直強かったんですよ。で、さらに、小学校教員養成や幼稚園、保育園の人気で、死亡する高校生は多かった。今もいます。えー、福祉、教育、養護関係で、 東京福祉大学に入りたいっていう高校生は、まだ今も僕は出会いますね。もう、あの、今の高校生だと過去の大学の不祥事知らないんで、資格を取れればいい。現実問題として、社会福祉士と精神保健福祉士、それからまあ公務員に強いっていう宣伝もだいぶやってました。で、教員も慣れるわけですから、手に職をつけるっていう高校生は、今でもこの大学に引かれて入る人は一定数います。とはいえ、 深刻な定員割れになってるのは事実なんですけどね。で、池袋が本部なんで、実は僕、池袋に住んでる頃、オープンキャンパスに行ったことがあるんですよ。まあ、通信教育持ってますから、ここ、社会人で、なんか福祉に興味ありますみたいな、つらして見学に行ったんですが、オープンキャンパスのアクティブラーニングの授業は、正直、おもしろかったです。あの、座学の黙って授業を聞くとかじゃなくて、来場者、参加者。 学生ですらなくて、オープンキャンパスに来た高校生たち、知らない人同士であっても、その福祉の授業をやってくれた先生がですね、なんかこう、面白い道具とかを使って、黙って聞くだけじゃない、この参加者同士で話し合ったり、何かワークショップをやるみたいな授業を盛んに取り入れて、正直、授業は面白かったです。これは、見学に来た高校生は、いい大学だ、面白い大学だと思うんじゃないかな。 で、この面白い授業をやるっていうことに対して、この一人で大学をでかくしてきた元理事長には、その教育者としてのまあ手腕はあったんだと思います。人格は知りません。その面白い授業をやって、ちゃんと学生を社会福祉士や教員に育てるっていうことにおいて、まあ、一種の才能はあったんだと思う。なので 現状も社会福祉士、精神保健福祉士、幼稚園、保育園、小学校の先生の育成というのは、まあ、過去、そして現在に至るまで一定の成功を収めてるんですよ。なので、もう入ってしまった在学生、それから資格を取って社会で活躍している卒業生は、この大学の経営者がどうこうということは忘れてですね、自分がしっかり勉強して、福祉や教育や心理の分野で活躍しているということには誇りを持ってほしいなとは思います。そして、 まあ大学はどうなるかと、だいぶ厳しくなってきてますが、福祉、保育、心理がこの世からなくなるわけじゃないので、徐々に小さくはなるものの、一定のニーズがあって生き残るような気もするのと、もう一点は、結局ですね、この噂の元理事長が一人で作って、一人で潰した一台限りの夢みたいになりかねないのかなという気もします。同じ名字の 副理事長常務理事、現在就任中がですね、後継者になっていくのかどうか、まあ、なったとしても、これからの少子化で大学が同じ規模で維持していくというのは非常に厳しい。それと、不祥事があった時代には、学生は集まってました。今来ているのは、その大学のイメージの悪さだけじゃなくて、ガチの少子化と、その福祉、養護し、教育の不人気。 まあそれにまあ大学自体の評判が決してまあ高校現場で良くない。トリプルパンチですね。ただ、現時点では存在はしておりまして、今後どうなっていくんだろうということで、私が注目している大学の一つです。で、受験生には本当この大学目指している人一定数いるんで、もちろんそれは構いませんが、福祉、保育、教育、心理であれば、まあ、東京には他にもいろんな大学ありますよ。日本社会事業大学とかね、いろいろあるよと。 いろいろな大学も検討したらいいんじゃないかなというふうに思います。